君も粘土マスター。こんにちは、粘ドルの岡田ひとみです。絵本に出てくるお料理の作り方を粘土でご紹介します。みんなも一緒に作ってね。それではマカロンを作りましょう。用意するものは白くて軽い粘土、好きな色の絵の具、計量スプーン、爪楊枝です。それでは作っていきましょう。まず最初に粘土に絵の具をつけます。ほんのちょっとで大丈夫ですよ。絵の具をつけたらよくこねます。白いところがなくなるまで伸ばしたりくっつけたりしながらこねていきますよ。しっかりと混ざりました。それでは生地を作りましょう。粘土を2つに分けます。半分にちぎって一つずつお団子を作りますよ。コロコロ転がして丸めます。同じ大きさにしましょう。丸ができました。次に計量スプーンを使います。この中に一つずつ粘土を詰めます。あまり強く押すと取るのが大変なので軽くでいいですよ。平らになるように押していきましょう。これを取り出します。裏側は見えなくなるので爪などを入れてしまっても大丈夫です。丸を半分に切ったような形にします。取り出します。2つ形ができました。続いて手のひらで潰します。手をパーにして平らな部分で潰します。同じぐらいの厚さになるようにしましょう。ひびが気になったら少し撫でてあげるといいですよ。続いて爪楊枝を使います。先が尖っているので気をつけましょう。マカロンの下の部分、こちらに穴を開けていきます。穴をたくさん開けると本物そっくりになりますよ。もう片方も同じように穴を開けていきます。これでマカロンの生地ができました。続いてクリームを挟みます。粘土を潰して平らにします。
今は白い粘土を使っていますが、好きな色を混ぜてもいいですよ。マカロンの生地をひっくり返して、平らな部分にクリームをくっつけます。粘土が柔らかいうちは、粘土同士が張り付くので接着剤を使わなくても大丈夫ですよ。軽く押してくっつけましょう。ほんの少しクリームが見えるといいですね。これでマカロンの完成です。いろんな色で作ってみてくださいね。